いや、みちゃさん到着しましたけど、結構すごいね。到着しました。すごいなんか和を感じる、ね、めちゃめちゃ和を感じる。うわって感じだね。うわって感じだね。これ木でしょ、これ木。え、本物じゃん。本物じゃね。え、すごいね。すごい、これ遊べんじゃん、夜。ちょっと怖いことない怖いことないなんで遊べんね。座敷わらしみたいな。そうそう、和式ざらしみたいな。すごいの。コップがめちゃめちゃ可愛いっていう。そう、これ見るよね、ウサギみたいな。え、欲しい、このコップ売ってんのかな。で、見て、お部屋もね、すごいの。見て、うわ、広い。見てよ、これね、これなんかね、露天風呂なんですけど、源泉かけ流しみたいな。そう、なんか電話すればお湯、お風呂溜めてくれてるんだよね。溜めてくれるみたいで、あの、水じゃないんですよ、温泉なんだよ。そう、ちゃんとした温泉なんだよ。自然を感じる。いいぜ。ザ・パワーザ・パワーで、こっちすげえ。何これ、薄め水って書いてある。それ草津なんですよ、草津来てるんですけど、こんな感じ。すごい、ちゃんとヒノキのお風呂になってます。なんで隠れもできるよ。サツキとベイがお風呂入ってますね。怖えよ。で、サツキとベイがいいんだよ。あ、これチルれるね。チルって、みんちゃんの誕生日。はい、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ニキビー。どっちもできるって。そう、ニキビー。ハッピーバースデー、ニキビー。平行線じゃない。目に映さない。あ、見てる。なんか、エロ。え、じゃあそういう意味じゃなくて、エロ。あのさ、何時代っていうの。江戸時代とか。うん、おー、エロ、ね、エロなんか、エロいな。エロしか言ってない。え、すごいね。なんか、すごいお吸い物にこんな形してる感じでございます。俺さ、お船。そう、お船、お船。何これ見て見て見て、これ、あ、そう、俺さ、あ、そっち、そっち。これすごくない。うわー、レトロ。これレトロ。うん、自販機。めっちゃレトロなんだよね。これもすんごい目に入った、私、うん、わ、こういうのすんごいいいと思って。これどっかから手に入れたのかな。え、これはカチカチ山って感じしね。いや、わかんない。いや、昔話。俺さ、ここ気になって誰か顔出てくるのかな。テレビでございます。えー、やっぱこういうの、現代的なものを隠すっていう。あ、そうなんだ。あれなんだよ、きっと。すごいね、やたら。今の流行りなんじゃないですかね。で、開けっぱなんだ。で、開けっぱなんだ。で、ここがいつも通りの。あ、さ、これさ、なんかあれ、これさ、なんか幼衆商人の水洗い場、こんな感じだね。こんなの。ここだけテイスト幼衆商人だね。ほんとだ、これ何。すごいね、好きだ。うん。え、俺の音。いや、ここが。あ、そう。これうざくない。その顔で始めんのやめな。これからこれしようかな。じゃあ僕今これからレビューします。黒いまんじゅう。そう、黒いまんじゅう、あの、あったので食べます。え、半分ちょうだい。君のあるべ、ここはね。お腹いっぱいになっちゃうから。お腹いっぱいじゃないよ。え、8時からの食べれなくなっちゃうじゃん。そんなことない。半分、じゃちょっと4分の1ちょうだい。4分の1。え、4分の1。4分の1。うん。無理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 。ね、ちょっとよ、ね、ひどい、ね、なんで、まあ、最低、ほんとひどくない。マジひどいんだけど。ひどい。おはぐろ。おいしい。教えな。ねえ、食ってみば。お腹いっぱいになっちゃう。ん、一番好き、俺。嘘、うん、え、どっちがいい、このこしあんか。こっち。黒ごま、くそうめえ、これ。かわいいな。ちょっと合わせよう。食ってみろよ。お腹いっぱいになっちゃうもんだって。映ってない。お腹いっぱいになっちゃうもんだって。今4時だけど。あれ、クマいる。めっちゃびっくりしてる。ねえ、お腹ねえだろ。今日誕生日。誕生日。あ、誕生日。お庭に来た。プーさんお庭に来た。お庭に来た。今日誕生日。さっきからひどいことしかしてないよ。誕生日。今日誕生日。ミーバースデー。バースデー。バースデー。ミーバースデー。クマ。すげえびっくりしてびっくりするじゃん。だっていそうじゃん、だって。あ、そうだね。どこだ、米店。米店。こちら、河原でございます。河原です。ほら、これマ
マジで。あ、こいつマジ、こいつ超うめえぞ。超美味しいやつ。うん。バカうめえ。あ、何か牛乳フォンデュ。フォンデュするの？へえ、そんななんだ。これ見て、牛乳豚骨ラーメンだって。なになにこれ。え、もう全然ないじゃん。これ食べたい。買ってく。こうしまーす。何？びっくりした。何？一緒に入っていいっすか。ダメ。どうしようかな。開けていいこれ。開けんの？うん。ダメ。いや、まあいいけど。いいの？じゃあ入るよ。いいよじゃあ。ロイちゃん気持ちいいそれ。最高だね。めっちゃ絵だよそれ。嘘。めっちゃ絵だよ。めっちゃ映えてるよ。めっちゃ絵だよって思う。絵じゃん。ただの絵だよ。いやー本当になんか一気にね、うん、疲れが取れる。うわ。めちゃめちゃうまそうじゃないですか。見てこれ。なんや俺。はあ、これなんか、なんかあれだよね、群馬ってしかいない飼育してるニジマスだっけ。キッサーキッサーこれなんかアナゴさんセットだね。アナゴさんのアナゴさん入りをブルルルやめてブルルル。じゃあいただきます。じゃあいっちゃん誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。外国語っぽくありがとう。スパークに乾杯。じゃあ飲んでください。ぎこちない。うん、みんちゃん日本酒飲めるから。あ、うまい。飲みやすい。おいしい。これすき焼きで。すき焼きです。見てこれほら。うん、お弁当箱みたいな。お弁当箱ね、和牛のすき焼きって書いてある。でこれ下が野菜なの。サイヤーがいいですね。大丈夫、入れていいや。いいですか。ダイブトゥザバー。いいですね。しっかりちゃんと油持ってて、うん、いいですね。綺麗。んちゃんより綺麗かな。お肉1個あげようかな。あ、本当に。あ、マジ、んちゃんが綺麗だ。んちゃんが綺麗。本当？うん、最高。じゃあ1個あげる。これこれ、おおおおお、封印すぐ取り返されない。取り返されないね。わあ、もう封印した。もう一個くれてもいいんだよ。つかね。いっちゃんの誕生日だ。本当だよね。よし、じゃあいっちゃんいただいてください。じゃあいただきます。顔。え、赤い。嘘。今見て。すげえ。うわあ、綺麗。どう？くわ、最高。今まで食ったのが一番うまい。あ、ナンバーワン？チャンピン？マジか。俺まだ、俺こんなのちょっとすごいよね。油で。食べてみな。うん、食べてみな。めっちゃ美味しい。いや、うまかったな、マジで。美味しかったね。うまかった、最高。明日が楽しみだぜ。あー、お腹いっぱい。やべえ。いや、もうめっちゃお腹出てる。どんぐらい？ほら。ほんとだ。やばくない？やば。初めて見せるよ、こんなお腹出てる。イーディアンじゃん、イーディアン。イーディアンが。え？何？え、何？え、これ、え、どこ、え？何？え、これ何？何？何？これ何？え、バレンシアガじゃん。え？え？何それ？いつ持ってきたのこれ。何それ。え、持ってきたの。何それ。え、ねえ、教えて。何、持ってきたの。え、これ持ってきたの自分で。誕生日でございます、いっちゃんさん。28歳。え、これは、え、お誕生日おめでとう。え、いいの、こんなこんな立派なものもらっちゃっていいの。全然どうぞ。え、嘘、マジで。うん。え、てかこれどうやって持ってきたのこれ。これ、いやこれ大変だったよ、ほんとに。え、だってこんなでかいよ、だって。いや、これだから一人で買いに行って、うん、車の中に入れてたんだよ、俺。飯食いに行った時はトイレ行ってたでしょ。その時にバーって取りに行って、ここに置いて帰ってきた時にドン。うわー、すごいね、仕事するね。あ、するよ。うわー、嘘、待って。え、めっちゃ嬉しい、これ。バレンシアガ持ってないでしょ。
え、持ってないけど、うん、なんか欲しいなとは思ってたんだけど、うん、ちょっと手が届かないなと思って、あげてくれ見てくれえ、あげてくれ、え、このデカさは何、やばいっしょ、めちゃめちゃデカいっしょ、うわー、ちゃんと梱包してくれて、やばいね、なんだと思う、まずそれ聞きたい、なんだろう、バレンシアガでしょ、うん、え、なんだろうね、想像つかない大きさだね、これは、そうね、まあ開けてみてください、開けますね、なんでしょう、じゃん、あ、まだだ、まだだね、マトリョーシカ系ね、マトリョーシカ系ね、なんだ、うわ、なんかすごい頑丈だよ、うおー、そう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 、すっごい頑丈ですけど、頑丈すげえ、頑丈性頑丈性、うわー、革の匂いする、革の匂いする、いやー、いい匂い、革のいい匂いする、うわっ、うわっ、え、かわいい、かわいいカバンでございます、ショルダーバッグ、ショルダーバッグなんだ、立っていて、ほんとだ、立って、うわ、かわいい、これ、うん、かわいい、え、待って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 、いや、俺ストリート好きじゃん、うん、でさ、バレシアストリート合うし、うん、リンちゃんもストリート最近ハマってるわけじゃん、うわ、だからお姉さん系でもいけるし、うん、ストリートでもいけるから俺はいいかなと思って、うわ、かわいい、なんかこういうさ、シンプルでこういうふうになんかブランド書いてあってさ、うん、こういうの欲しかった、そう、俺シンプルな好きだから、うん、バレシアガとかなんか主張もないじゃん、そうそうそう、なんかなんかフラット持ってられるから、俺はなんかリッチャーも似合うと思うし、いいかなと、これ絶対めっちゃ使える、このカバン最強、え、最強だと思う、だってこれ何にでも合うじゃん、あ、そうだよ、何にでも合うから、綺麗めなさ服でも合うし、カジュアルももちろんそうだし、そう、ストリートにも全然めっちゃくちゃ合うと思う、うん、じゃあリッチャーこれ着てくれ、来てくれって着るの、うん、もう一緒使ってくれ、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、最高の誕生日、大事に使うね、これ、うん。